けど、皆さん聞きます、はい、真面目ですね。空っていう感じかけた方から今日は帰れますので、頑張ってください先生、はい、教え方が悪い先生、はい、教え方が悪いし字汚い。いや、綺麗です。教え方悪いし字汚いから先生変えてくれる。いや、こっちがやろうと思うんですけど。は？教育委員会に言うから。生徒にこう言われる。先生、変えてください。何も言えない、ママ先生。そんなダメ先生はここで退場。そして先生が新たな光が生まれるのだった。でも、どうせ先生変わってもいい先生来ないけど。先生チェーン、先生変わりました。どうもママさん先生から変わりました。どうも、篠宮先生と申します。お願いします。ちょっと漢字の授業ね、ママちゃん先生してるのに、ちょっと2人とも授業ちゃんと受けてないんじゃない？漢字全然楽しくないよね。楽しく漢字学んじゃうよ。いっちゃうよ。じゃあ空でしょ。これ空って覚えたらちょっと難しいよね、これね。ももちゃん書ける？これ空書ける？書ける。書けちゃうとちょっとうんってなったけど、まあまあいいでしよう。これでも簡単に覚える方法あんの？空。ここカタカナのウーみたいじゃない？ウームのウーでしょ、ここ。え？カタカナのウーみたいでしょ？でここカタカナのルーみたいでしょ？でここカタカナのエーみたいでしょ？だからね、ウルエで覚えるの。ウルエ。はい。はい、大きい声で。マッチョ。先生先生、今までありがとう。一生懸命頑張ろうと思ったのに。さよなら。ゆうちゃん6年生、次6年生でしょ。ももちゃん次2年生でしょ。周りの友達が誰も書けない漢字でも簡単に覚えられる漢字教えちゃいます。龍っていう漢字書ける？ドラゴン。これ龍。これめちゃめちゃ難しいね、これね。もう書きたいとも思わないでしょ。でもさっきの要領で分解していくよ。はい、ここ。これ何？タッチ。そう。いいね。ここタッチね。あ、ももちゃんここ何？これは。うん。あ、2個だけにした。これ全部で。あ、いい。そう月ね。月でもいいよ。月にしとこうか。次ここ難しいね。でもよく見て。5。あ、そう。ここ見て、ここ、うん、ここ数字の5に見えるね。ね、数字の5に見えるね、これね。ここね、5。ここ5ね。ひらがなでこんなんないかな。
し。そう、これしなの。で次ここ、はい、カタカナでこんなの。みそう、そう。ということで龍の覚え方は立ちつきご趣味。はい、どうぞ。はい、ももちゃんも言ってみて。立ちつき、立ちつき。うん、いいね、いいね。ご趣味。はい、いい、いいよ。立ちつきご趣味。はい、立ちつきご趣味。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 オッケー、もう書けるよ。もう書けるよ。はい、じゃあノートに立ちつきご趣味書いてみて。立ちつきご趣味。ご趣味。いいね、バッチリ。すごい、龍かけるのすごいよ。ももちゃんも言っとく。レベル高い、もう1年生でこれはすごいんじゃない。立ちつきご趣味。立ちつきご趣味。立ちつきご趣味。立ちつき、立ちつきじゃないよ。立ちつきご趣味。はい、立ちつきご趣味。いいね、立ちつきご趣味。立つ、いや龍いつも出るから。立つでも龍の答えから。立ちつきご趣味。オッケー、よっしゃ、書いてみて。そんな積もってる。立つでもいいよ、もういい。立つ言っちゃって。立つつきでいいよ。もう言っちゃってる。お、おもちゃうまい。え、うまいよ。いよいよ、いよいよ。いよいよ、丁寧なんだけど、丁寧だね。うわ、ももちゃん。バッチリ。ももちゃんがリア書いてるもん。小一で書ける子いないよ。うまい、本当に。小二でも書ける子いない。いないよ。バッチリ。これで桃って書きます。桃、桃太郎の桃。桃ね、食べる桃。解けないんだけど。難しい、ちょっと難しいよね。でも簡単、覚え方あります。はい、待って。はい、これ何ですか。木。そう、木ね。で、ここ、のね。のね。そう、これ、しだね。で、ここ。これもうね、あのカタカナのうーんとかでできちゃうけど、もうここはもう、ちょん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 って呼ぶよ。木のし、ちょん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 。木のし、ちょんちょんちょん。はい、ちょんも一個足りないけど、絶対 OK。 はい、じゃあ書いてみて。木のし、ちょん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 。木のし、ちょんちょんちょん。よし、できたぜ。お、バッチリバッチリ。木のゆあちゃん、ゆあちゃん漢字得意じゃん。ねえ、いけんじゃん。いけんじゃん。ノリでいけんじゃない。ノリで、ノリで。ちゃんちゃん、学校そんな楽しくやんないから。すごい、バッチリ。まずうまいよ、バッチリよ。バッチリ。君もちっちゃい。ちょん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 。バラ、これでバーラ。これ書きたい、ママ書きたい。これ、これはね、大人でも習わない。読めるよ。人事。そうそうそう、これね、人事。ここ人事、草土じんじん。で、ここ、ここない。そう、草土じんじん会。はい、草土じんじん会。いいね、草土じんじん会。はい、草土じんじん会。バッチリ。じゃあ書いてみて。すごい、ちょっと大きめに書いてみる。あ、分かった。こっちだけ、バラのバラだけ書いてみる。バラ書けたらすごい。くさつじじんじん会。バッチリ。ゆあちゃん得意じゃん。ほんと、うまい。しかも漢字超得意じゃん。うまい。苦手って聞いてたよ。すぐ書けんじゃん。この相方もーちゃん頑張ってる。じゃあいいじゃん。くさつ、そう、土書いて、まずそうそう、で、間に人参で回る。くさつち、頑張れ。ちっこい、頑張れ。すごい、いけてるいけてる。おもちゃんがあんな字書いてる。オッケー、いいよ、かけた、バラの輪かけた。すごいよ、おもちゃん。バッチリ。これ、すごい難しいよね。すごい。これね、これ、はい、これ何。草。そう、草の山、草の山、一る一の一目。はい、草の山、一る一の一目。草の山、一る一の一目。帰ってください。できた。草の合ってる。カタカナ合ってる。山一
わかんない、2年生だもん。いいんじゃない？でも全然 OK。 もちゃん OK。 OK いいよ、バッチリバッチリ。すごいよ、これできたら。もちゃん上手だよ。見せて。ゆわちゃんレベルの。ゆわちゃんすごいじゃん。ねえ、かけてんじゃん。はい、ということで今日はおじいおずぼうさんとコラボ、あ、おじいおずぼうさんと合ってるよ、寸劇コラボをしていましたが、うん、小野さんどうでしたか？教えてほしいですね、この方に。ね、先生になってほしいですね、うん、先生になろう。ちょっとママからいい？なんかすごい岩がさ、珍しくこれ勉強系大嫌いなのにすごい輝いて見えたから、岩がちょっと本当に楽しいんだなって。顔がもう終わってるけど、うん、なんか生き生きしてたね。よかったです。なんで素敵な勉強ってね、あの、うん、学び方でね面白くなるっていうのをおっちゃんは最近気づいた。37なんだけど、そう、最近気づいて、その勉強楽しいよっていうのを早く分かると、うん、すごい得する。この方はやばいです。やばいです。いやはい、いやね、なんで楽しく学べてよかったです。よかったです。はい、ありがとうございました。どう、はい、さよなら。さよなら。ちょっと待って、はい、ちょっと待ってて。ゆわが楽しそうだったなぁ。ね、ほんと先生になってもらった方がいいんじゃない？どうするの？あ、あれは。カッチドリルあげます。嬉しい、ママが嬉しい。はい、すごい。どうぞ。ありがとうございます。見して、素晴らしいです、こちら。すごい。わぁ、すごいね。うわ、石鹸か。なにこれ、サンサン？そう、サンサン。あ、すごい。え、いいな、憧れるんだけど、ママこういうの。すごい。この字は？この字。これ、うん、全部そう、素晴らしいよ、だってこの本だって、うん、ほら、この方です、この方です、この方です。ありがとうございます。うん、あの、こうやって本当に見た方がかっこいいですよね。何のおすすめしてた？嬉しい。嬉しいな。皆さん、こちら、買ってみてください。はい。絶対こっち買ってください。はい、絶対こっちですよ。ありがとうね。はい、絶対こっち買ってください。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ここからはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバイ。飾らないありのままの親子の日常をテーマに動画を撮っています。私たちの日常が何か皆さんの心に寄り添いますように。ママモチャンネルのグッズもぜひチェックお願いいたします。